はい、どうも、ふえです。では今日もですね、阿波いちこさんの、曲やっていきたいと思います。今回は、夢しぐれという曲ですね。売れだきロックさんという方々のリクエストとなります。ありがとうございます。じゃあ始めていきたいんですけれども、ちょっと、まあ余談ですが、ちょっと私、サブチャンネルを開設しましたんで、よろしくお願いします。まあ、音楽以外の世間話とか、ゲームとか、なんか、そういう、どうでもいい話をしているチャンネルになりますんで、よかったらよろしくお願いします。はい。では、夢しぐれですけれども、3番まであるんですけども、コード進行とか展開に関しては全く同じなので、右手がね、2番、3番、ちょっとリズムとかが違うんですけれども、まあ、左手は全く同じでいけますので、とりあえず1番だけやらせていただきますので、まあ、2番、3番は左手一緒なんで、右手だけちょっとね、曲聴いてもて、ちょっと探っていただければと思います。あとまあリズムとかはあれですけど、まあ正直コード合ってたらある程度どう弾いても雰囲気的には問題ないと思いますので。はい、カポは3カポになりますんでね。よろしくお願いしますね。ではちょっと1番ね、弾いてみたいと思います。よろしくお願いします。こんな感じになりますね。まあ、いっちゃん冒頭のとこ以外はもう、そこも、なんていうのかな、普通のアルペジオ。まあ、前奏も普通のアルペジオですけども、まあ、ちょっとメロディーっぽくなってるんで、じゃあ最初はこう、人差し指をちゃんと1弦の1フレットだけでもいいんでね、こう、5、3、1、3。で、ここで、人差し指外して小指の2フレット、2弦の3フレットを押さえると。で、このまままた1弦の1フレットを足すと。で、C になると。ここ以外は普通のあれですね。で、2番はなんかリズムがちょっと最初だけ変わるね。ズンズンズンズチャンズンみたいな感じになったりしますけれども、まあ左手は全く一緒なんで、まあなんかね、このいっちゃん上が鳴ってるかなとか、まあそんなんぐらいを参考にして、こうズンズチャンズンやなとか、そういうのんで想像していったらなんとかなるかと思います。まあまたなんかわからんことあったら、コメントかなんかもらえたら、で他リクエストあったらまた、ただちょっとね、最近まだ、若干、プライベート的な、あれが忙しく、ちょっと滞ってはおりますが、まあ、続けておりますので、よろしくお願いします。サブチャンネルもよろしくお願いします。ではではでは、失礼します。夢が君を連れて行くよ、ほら来た